東町急情報収集館は、中国人民解放軍海軍の情報収集館。別名815系情報収集館などとも言う。上海市の湖東造船有限講師で建造。1999年後半に収益し、2000年2月に日本周辺で初任務に就いた。事後、順次建造、改良。 配備された後から6隻が上海付近の軍港を提携港として日本近海を含む東、シナ海や南シナ海等で活動している。1990年のイラク軍によるクウェート侵攻に対して国際連合が多国籍軍がイラクをハイテクによって空爆した湾岸戦争は中国の情報収集能力の向上の必要性を痛感させ、 情報収集艦の開発が計画された。815型は、812型、813型、814A 型と改良を重ねて作られた。船体は、長首老船形を採用し、船尾に中型ヘリコプター1機が着艦できる、ヘリコプター艦板を有する。815型は、船体中央部に第十2個のカセグレンパラボラアンテナを備えた、レドーム。 環境直前に高角追尾用と見られるドームを有しており、人工衛星追跡能力を持つと見られる。環境の後方には高さ46メートルの4、核水型のマストがあり、計4 7個の核種アンテナが取り付けられている。水中探査用には、中国製 HSJG-208 型栄光式ソナーを備えている。近海において、 戦術弾道ミサイルや長距離対艦ミサイルの試験、発射時に各種測定を行うことが主な任務と推定される。また、他国のミサイルの情報収集任務にも当たるものと見られる。敵艦に対する電子干渉設備も積載していると見られる。改良を加えた 815A 型はマストを細い等に変え、光学系景機を環境の前方から上方へ移動させている。 また、選手上端の壁に両線があり、切り立っている。武装は H、PJ14 型 30mm 艦砲1機と 14.5mm 機関砲2機を備えるなどの外観上の違いがある。排水量は6600トン程度に増えている。実際はデータ収集能力と自動解析処理の能力を大幅に向上させているのが特徴で、さらに衛星観測能力も有するとされる。 また、ミサイル攻撃を避けるためのステルス機能を持たせている。中国が開発中の長距離弾道対艦ミサイルの運用試験に従事しているとみられる。この種の長距離対艦ミサイルが実用化した場合、台湾海軍、海上自衛隊、アメリカ第7艦隊はかつてない脅威下にさらされるものと予測されている。ありがとうございます。